さあ今週も始まりました今がパチドキ。今回お邪魔するのはこちら安田東池袋7号店。よーしよー、まあ、このお店をですね、はい、私も大崎さんも、はい、パチプロ時代によくお世話になったお店でございます。そうでございます、そうでございます、ね、お世話になり、その説はどうも。さあ、先週の、振り返りですけれども、はい、パチドキチームが16ラウンド、そして、ね、我々四角チームが8ラウンドということでございます。しょぼ、まあまあね、まあ、トータルにしてもしょぼいですよ。そうですね、トータルにしてもしょぼいですよ。そうですよ、ええとこ一個見せてないからな。そうですね、うん、今週は皆さん頑張ってね、はい、いいところを見せていきたいと思っておりますが、はい、今週その勝敗ポイントが決まるということで。なるほど、パチドキチームがつくわけですね。そうです、ゲストプロちゃん編として。そうですね、我々が勝たなきゃいけないんですよ。そうです、トータルで上回ってもらってる方のためには我々がもちろん勝たねば。なるほど。いやけどね、やっぱね、企画のね、一発目で呼ばれたってことはやっぱ僕は基準点になるから、はい、ここでね、やっぱ見せとかないといけないと思うんで、僕頑張ります、本当に。さあ、そしてですね、今回の、機種ですけれども、ね、はいはい、演出に関わってまいりますので、はい、発表したいと思いますが、はい、今週はガンズでございます。ガンズといえば、はい、やっぱり妄想モードなんです。確かにそうですね、はいはい、一生変えないぞっていうね、家にしまくって、いいえ、ね、全員いいえ派ですよね、はい、ね、やっぱ妄想モードいらないもんね。そうだよ、妄想モードを略してモーモーですから。そうですね、モーモーで聞いた、わかりました、モーモー、今日モーモーで打ちます。わかりました、モーモーで打ちます。ならね、もう演習ポイントは、はい、モーモーじゃございません。ああ、モーモーはいつでも出るからね、さかなんでも出るからね。今回の演習ポイントはこちら、超転送でございます。わー、簡単、割と出るよね、これ割と出ると、出ます、出しますよ、これは。誰が出しても、パチドキチームに1ポイント入るということでございますので、はい、こちらをどんどんと出してもらいたいと思います。はい、さあ、それでは、皆さん例のポーズでやりますか。はい、行きたいと思います。こっぱずかしいやつ、こっぱずかしいやつ、ね、この池袋のストリートでやりますか。きちんと言ってくださいよ。え、あと、特にマンパチさん、せーの、お前のせーのになるからなんだ。お前きっかけやからな。すいません、もう自分で自分を鼓舞しないでもいいですからね。さあ、それでは参りましょう。はい、やばい、やばい、本当、本当苦手。もできないんだよ、ね、お願いします。そう、行きますよ、お願いします。万発ヤングの今だパチドキ、ひと苦労やこれやる。今回は当ててやる、絶対に当てる、頑張ろう。ゼロゼロ、いいですよ、いい感じでございます。ああ、かい、いい感じでございます。あれ、ありそう、やばい、なんかありそう、なんかありそう、いっちゃうじゃんこれ。保留は青なんですけど、頂点、頂点いくな、頂点、青の方がいいよ、むしろ。あ、なんかガンズフラッシュじゃない。あ、さあ、おっぱいからないか、いない、鉄砲なし、子供なし、頂点層、頂点層いくな、いった、1ポイント、1ポイント、1ポイント、マジか。千手観音、ぬらりひょん、ぬらりひょん、最終状態ぬらりひょん、いけ、どっち？ラキオさん。さあ、こい、ドン！セーフ！ラキオには強いね。相手が悪かった。ダメだ。まあ、お堀だもんな。何が言ってくる、ギリーさん、さあ、行こう、チェッカー柄来い、見たことないけど、ギャンギャン、赤い、あ、7点、え、マジで、え、7点、7点、ちょっとまずい、強いないか、ちょっとまず
まあ、さあへそで超ガンサーでやりますよ。 20%、 まずい。これもぬらりひょんやんな。完全にぬらりにしてひょんが来ます。あ、鬼チビ星人、チビ星人。あ、ごめんって、チビ。なんかずるくない？あ、いやいや、チビ星人、チビ赤なんかめっちゃ強いよ。まずいな、これは当たったと思います。320分の1の 20% なんで1600分の1のフラグです。ヤングさんが引いてやりました。戻っちゃえ、戻っちゃえ、戻っちゃえ。帰って、帰って、熱い熱い、なあ、帰って熱いよね。これ落ちてる前半だからね。はい、よーし、ちょっとやばいね後半ね。ぬらりちゃん、ぬらりぬらり、まあぬらりちゃんじゃなくていいけど。ああ、もうこれはいったな。まずい、70いけあるだろう。70以上フルコースなかなかないよ。こんなのないよね。もういいよ、もういいよ、スーパーフルコースや。ほらほら、あ、ちょっとまずい。あ、ここまで来るとまずい。完全に当たった。ここまで来るとまずい。いや、もう完全に当たりました。完全に当たる。16ラウンドゲットします。やったー、ぬらりぬらったぬらった。あ、え、これこれは、いや、からの、あ、変わる、これはもう無理だわ。ああ、もう無理だ。ありがとうございます。ありがとうございます。これはいや、まだわかんない。終了、下手くそ。いやいや、始まったばっかりだから。いやいや、見れてよかった。なんでそれ出すの。怖いな。あんなちっちゃいおっさんがあんな化け物になるんだよ。おはえもー、しかも7でしょ。ええとこ引いた、やった。すいません、人のやつでした。申し訳ございません。ありがとう、ヤギさん、ありがとう。天才がおるぞ。あ、そうですね、インターネットをご覧の皆様、一言いいですか。天才がおるぞ。やった、100点もらいます。わあ、もうこれ100点、100点もらいました。ヤングさんが100点もらいました。いとこちゃん1年2回しましたからね。僕、こういうこと言うのあれなんですけど、へそで超ガンツ当てたの初めてです。おお、楽しみかいね。また超ガンで早く、もうもうもう、あ、超の超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 です。あらー、超の上に超を乗せてやりました。超の超、弾増やしてからにせえや。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、弾増やす暇がなかった。あ、1回転で 30% 引いた。もう一言いいですか。天才がおるぞ。ここお疲れー、ったお疲れポコン。ああ、なにこれ、エクストラ転職あるぞ。イオンだけど、こう、どうなっとるんだ。おっとっと、なんだ、どうなって、なんか、なんだよ、タッチ。何で当たったよ、今。当たった、え、なんで、ずーっとこっち見せちゃう。なんか分からんまま当たっとった。
わーいだって。いったれいったれ。いやどうしてそうなって。こっからの100点だ。まずは上。下かよ。薄い方低いやな今日は。35% のとこ。3000円でもう80回ってますから。マジかよ。3080。どうか。おお、チャンスだ。おお、出た。7点。時短中7点。頼むぞ。すごいな。完全に天才がおるな。こっからのヌラリホンないかな。もう当てて当ててみよう。はい、ちょっとちょ、完全にこれでヌラヌラヌラタン。はい、第3形態。はい、うわー、フルコース、フルコース、フルコース来ました。50で止まれ。いや、70いきます。50で止まれ。7点超転送で50止まりはない。止まれ。よいしょ。あ、70。あ、もう大丈夫。当てろ。イエス。70いっときあるやろ。イエス。ああ、ああ、ああ、ルシファー、吉岡、ルシファー、吉岡来た。吉岡さん来たよ。ごめんなさいね、カメラさん。うわー、久しぶり見たことない。もう、なんかいいや、こっち見てるだけで楽しいから。 R1 芸人でおなじみの、うちら違うから。いやいや、吉岡さん来ました。企画チームだから、うちら。げんこつ山田。え、当たったの？げげん、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 ルシファー、げん、げん。ちょっと台変わって、すげえな。皆さんじっくり、なかなか見れないよ。ゲストにこんな扱いひどくない？あら、うわ、なんかすごいことになってる。引き戻しってこと？引き戻しですよ。なになになに、どでか、どでか、ドデカ、お、ドデカになる、ドデカホーリュー。はい、頑張ります。頑張って下ちます。ありありあり。はい、ドデカホーリューです。まだ弱いからのクイーン。はい、行け。いや、そら行くでしょう。これは行くでしょう。さあ、はい、金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 いただいてます。金来た。金いただいてます。金色、金色、チャンス、チャンス。さあ、さあ、初当たりが、初当たりが取れるでしょう。あ、赤、デカ放流で、で、金も来てます。弱い、本当だ、鬼星人弱い。超、はい、完璧です、完璧です。あれだね、やけ一瞬で水とか、6だしね。はい。いや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 、いけいけ。まだまだ、そんなバカな。さらに、さらに、どこまで。60か。まあまあ大丈夫でしょう。行くでしょう、行くでしょう、行くでしょう。弱鬼星人、オッケー。赤来た、俺も赤来たよ。俺も赤来たよ。赤保留あるよ、あるよ。赤保留もあるよ。どっちも行きましょうね。二人で、二人で当てれば。二人行こう。え、ちょっとおじさん、うるさい。おじさん二人。頼んだよ、香り。金。はいはいはい。お、来た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 。二人来るよ。何それ。並んでどうぞよ。
まずはね、おーおーおお、来た来た来た、四大予告の一つ来たよ、ウェイウェイウェイ、せーのドーン、何この盛り上がり、嘘でしょ、嘘やん、それはないやろ、いやいや、ちょっと皆さん、うるさいだけになってますよ。はあ、ちょっとやっちゃいましたね。いや、完璧やっちゃった。うわぁ、まあ、とりあえずこれね。いや、まあ、とりあえずこっち当てますね。ちょっと立ち直れないな、今それは。さあ、どこ行く、どこ行く、どこ行く。はい、今日出ましたよ。ヤングさんの代わりにバトンタッチしました。頑張りまーす。はい、頑張ろう。よし、お、いいね、いいね、いくよ、ほい、まだまだまだ、もっともっと、おい、箱箱ちょっと低いな、ちょっと低いんだけど、低いんだけど、いやでも、まあまあまあ、あ、まあ、選手感がいいです。あ、いい、いいね、いいよ、ちょっと赤赤、いくよ、後半から来るでしょう、さすがにあるでしょう、さすがに、よいしょ、敵やけど、当たらず帰られると気の毒やな、ドーン、ドーン、やっとみんなが向いてくれた。ガンツ、俺とは、ガンツ、お願いします、オッケー、よしよしよし、お当たり、やった、よかった、ゲストですよ、僕ゲスト、さあ、いった、いきますよ、右打ち、オッケー、オッケー、頼むよ、どうしようと思った、こっから、こっから頼むよ、はい、任せください、はい、あ、どうした、やばい、追いかけるよ、これはやばい、ルシュワ、やばい、ゲンコツヤマの来ましたよ、ルシュワ来た、ルシュワ、ルシュワ、髪押し、プロちゃん髪なし、今日はルシュワ強いですね、イエーイ、臨場型、エクストラ行くよ、エンドレスで行っちゃうんだから、
ちょっと待って、最悪な展開じゃんか。おい、行け行け、来い来い来い、チャンスがある。ええ、いや、あるよね、あるよね、赤赤、いいよ、来い、ここで戻す、ダイブ、いや、待って、こんなはずじゃないから、役立たずやな、鬼ステージ、いやいや、ちょっと鬼はね、ちょっと本当ですか、これ強いんだ、引き戻すかもしれないじゃん、味方です。50回あるから、50回皆さん引き戻そう、捨てないで。お、アリサ頑張ろう、頑張ろう、ウェンディアリサです。復活した勝ち時を盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。ドーデカ放流、ウェンディ、ウェンディ大チャンス、それ大チャンス、イエーイ、ほら行ってくだち、ストッパーじゃなかったんですか、ドーデカ放流、もうこれを要当てんようではやっぱアイドルとしても売れないから。ウェンディマジで弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱い、マジでか、うわ、ブラキオやばいやばいやばい、負ける、負ける、なんでうそだってブラキオさんでも弱いになってればいいけど、超だよ、超すごい、話変わるやつちゃうか、あ、70点以上、70以上、70以上、50、50、50、70は行って、70は70オーバー、4行って、放送でかやだー、4位ある、え、ある、やったぜ、赤ね、これはあるやつや、やった、お願い、あー来た、ガンツフラッシュ、熱い、ガットインキーだ、ガンツフラッシュ、当たった、あともう当てるだけ、イエーイ、ストッパーじゃないじゃん、ストッパーじゃないじゃん、やったあげよう、あと こっからだから、話は上が落ちてこんといけんから、なるほど、上が落ちてきたらもう最高、そう、よし、はい、これね、これ2番目、はい、これが落ちてくればいい、すごいですよ、247回ってますからね、落ちてこないよ、スター性ないな、中途半端やな、スター性ないの、私単発ぜひ単発でお願いします、これで引き戻したらすごいで、スター性がすごいね、引き戻しましょう、そうそう出るもんじゃないよ、あー赤保留で軍よー足るな、決めちゃいますか、開けちゃいましょう、一応強いになってるけど、まあチビやからね、これ前半終わりあんじゃない、前半で終わったらむしろあったんじゃない、からの
括で話変わるやつ。あ、あ、後半か。ちょっと不安やね。なあ、軍来てるしな。赤保留軍ですよ。軍がないとちょっと諦めずに。そうだね。まあ、なんかカットイン入れ。あ、ガンツフラッシュ出んじゃない。ガンツフラッシュ出たら当たるが。ロゴでもいい。なんかなんかないと。あ、チャンス入った。あ、どうしたこれ。だと思う。足。あ、なんもない。なんもない。あ、当たるな、当たる。あ、当たる。当たりますよ。これ確変入るやつじゃん。すいません、参りました。参りました。もう終わりでいいんですか。え、もうやっても無理でしょ。ギブ。お前らギブなの。はい。え、時間よりも先にギブとかあんじゃんの、これ。もう当たって、ああ、後輩当たって当たって当たって。ギブとか言ってたら鬼だけど。いや、わかんないから。ギブなの？もうこれ外れたら終わりでちゃう。そうですね。ラストチャンスということで。参りましたね。はい。どう、はい、あるわけないですよ、ね。まあまあ、そうですね。ひどいな、ひどいな。さあ、じゃあクロちゃん、そろそろもういいんじゃないですか。なんなのそれで、ゲストに辞めるのを流すのこの番組。もうね、頭おかしくない。我々ギブアップということで終了。敵が終了。いや、待って待って待って、お疲れ様。いや、待って、ギブアップするの。ギブアップ。いや、さよならじゃないよ。頭おかしいぞ。え、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でーす。やりましたよ。よかった、よかった、よかったですね。すごい、いろんな演出が見れて本当に良かったですね。おっさん、今日何したよ、何したよ。え、私はあれですよ、演出ポイントを稼ぐ役ですから。先週も私が100列券を出し、はい、そして今週も挑戦層を私が出し、2ポイント、はい、獲得ラウンドは、ゼロですね。え、2週は当たらなかった。新幹線乗るのだってタダじゃないですね。どこどこ大阪から来たか知らんけど、どこどこ、ね、いやいや、ゼロラウンド頑張ってるじゃない、仕切ってるじゃない。進行、ね、もうそこしかないもんね。はい、いやー、でも楽しかったな。はい、結果としましては、はい、1チームが82ラウンド。よっ、すごい、伸びましたね、伸びましたね。そして刺客チームですけれども、30ラウンドと。はい、頑張りました。一方的、はい、勝利ポイントの3ポイント、刺客チーム。よいしょ。あー、もうちょっと時間があれば。ただ、エースポイントを私2ポイント追加して。また言うの、それだけ。いやいやいや、もうやめ、それぐらいにしといた方がいいんだよ。多分、ヤングさんが言ったから、ちょっと気にして言っとかないとってなったでしょ。なので、この第1戦目、トータルして5ポイント入ったということで。よー、はい、おめでとうございます。近づきました、グッと。じゃあ、最高のポイント数を取ったってことですね。そうですね。あ、なるほど、なるほど。そうです、あ、そうだよね。で、これがトータルしてね、ラスボスの12戦まで行って、はいはいはい。100ポイントになれば、素敵な商品が。A3 上行きます。いや、それがだからボーナスステージがあるから。よかった。俺今ちょっと算数してあれ最高峰あれそこ触れないで欲しかったです。すいません、ボーナスステージがあると思いますので、何ぞが追っつけてくるってことですね。よかった。分かりました。ということで、第一戦のクロちゃんはまあ×と。バツ、負けたから。バツと。自分でハンター様の役割ちゃんとやってたじゃん。ひどくない？わわわわ。バツだよ。ハート様って言われたらひどい話ですよ、本当に。
結果が全てです。次誰なの？ザコ中のザコが来る。次誰？誰が来る？順に上がってまいりますね。次戦、はい、誰が来るか。次回のゲストどなたか。どなたでしょう？はい、はい。ババンババン。うわー。でかい。琵琶湖じゃん。琵琶湖さん。琵琶湖さん来んの？芸能人じゃないの？まさかの琵琶湖。琵琶湖さん。だけです。ちょっと待って、ここも一挙にスケールダウンしたな。逆にいやスケールダウンしたな。ビワコって逆に言うと、だって僕の時ビワコさんのバトンタッチちょっとひどくないですか。どうしていやこの人ヤバいじゃん。バトンじゃないからさ。バトンじゃないですよ。巨人好きで巨人が負けた次の日とかに収録だったら多分荒れてきてますからね。荒れてきてます。なんでそんなこと。いや確かにビワコさんってなんだかんだでちょっと付き合いあって。あ、そうなんだ。そうなんすよ。ちょっと迷惑を被ってる。迷惑被ってますよ。酔っ払ってね、年収何歩かとか、彼女とかめちゃくちゃ聞いてくれる。超歌いから価値悪い、価値悪い。まあでも今回は琵琶湖さん一緒にテンション下がったな。ずっとライダーさん来ますね。あ、そうなんだ、はい、そうなんだ。まあこれは誰か分かってた。そうですね、これは分かりました。大体身内じゃねえかよ。感じになってますということで、次週もご期待いただきたいと思います。さあね、皆さんね、バリッと例のポーズで、はい、行こう。いきなりドキドキする。ちゃんとあるからね。はい、お願いします。はい、行くよ。万抜ヤングの今がパチドカキ。また来週。なんだ俺、試合中に何スマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。おぶるさまが俺の稼いをやめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバル .tv 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバリからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。